Hey, what's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマンコードネーム47、今回がめちゃめちゃ難しいミッションです。多分今回コードネーム47で一番難しいミッションだと思うんですけど、まず目標が6個もありまして、その時点で恐ろしいんですが、とりあえずまずはね、ずっとまっすぐ行ってこの人に話しかけてください。でやることが多いのと、でこう建物内の構造が非常に複雑っていうのと、でまあすごい難しいんですけど、でこのなんか五角形の穴みたいなところを通ってまっすぐ行って、まずトイレに向かいます。はい、でこの護衛が邪魔なんでまず彼を殺します。で気絶がないんでもうこれ殺害しかありません。シャキンで、このままボディを引きずっていって、これ右側に引きずってください。左側に引きずっといろいろめんどくさいんで右側に引きずって、適当にこの辺置いておくとも誰も来ないん で今度は左側ですね。ランダムでここ黄色の服着た人と緑の服着た人が行ったり来たりしてるんですよ。これランダムなんですよ。でどっちがわからないんですが、必ずここにここで待ってたら必ず来ますので、彼らが来たら、まあ、どっちでもいいんですけど、とりあえずまたその2人を殺害します。なんか殺害するのすごい変な感じするんですけど、ターゲット以外はね。まあでも気絶という概念がないからしょうがないよね。さあ来ました、黄色でしたね。感覚的には7割黄色で3割緑 みたいな感じだと思います、俺の感覚的には。で、服装を奪いましてこの中に隠しておくと。でここ開けられることはありませんのでもう大丈夫です。でまっすぐ行って、で後々あの服装は後々使うんで、まあ、今はこの護衛の方の服装の方が都合いいんでこっちで OK でですね、地下の方に行きまして、エージェントの解放ってあったと思うんですけど、エージェントスミス皆さん知ってます？多分ヒットマン長いことやってるプレイヤーだったら分かると思うんですけど、あのエージェントスミスっていうやつがいて、で47の味方なんですよ。 ICA の人間 で味方なんですけど、毎回ヘマを起こして捕まってるんですよね。で彼の初登場シーンがここで、エージェントスミスが捕まっているので彼を助けるんですが、こいつです。ちょっと動かしにくいんやけど、まあ豪快にいくよね。おるらおるら、助けに来たぞ。お前はもう安全だ言うて。背中傷だらけだけど。で、スミス解放したらすぐ右。で、この細いツールを取っていきます。これまず目標の一つクリア。金庫のところが非常にね、厄介なんですけど。Welcome on. で、デブゴンと喋って。で次の目標はあの女の子と話して、彼女を逃がすことです。で彼女の後々あのヒットマン2サイレントアサシンにも出てくる登場人物なんで、この女の子ですね。初登場このコードネーム47ということで、ゆっくり後ろをついていくとね、非常に面白いシーンが見れます。これめちゃめちゃおもろい。でこれなんでこんなことしてるかっていうと、この女の人がね、その金庫の番号、暗証番号を教えてくれるんですよ。最後にこの館からまあ、彼女を助けたお礼ということで、私を助けてくれてありがとうと、お礼にいいものあげるよみたいな。で金庫の番号を教えていただけるっていう。で彼女を救出する必要があります。この歩き方、登って登って、面白いよねこれね。47がヒロインというか女の子を守る様子がすごいコミカルで面白い。まあ、フェンスのところまで行けば面白いカットシーンがあるんで、ちょっと楽しみにしておいてください。待ってーっつって。はい、来ましたね。Quick,
There's a CIA guy in the basement. He might know something. Here, I can give you the combination to the safe if that is of any help. I found it.47の初キス。絶対キスとかしたことないと思うからね、彼。47の初キスシーン。最初で最後でした、言うて。はい、で、まっすぐ行って、厨房を取り抜けていきます。これで金庫の番号もゲットしたんで。ここやったっけな。すーごいたくさん部屋あって、ほんと分かりづらいんで、最初絶対迷うと思うんですけど。で、ここやな。そう。で、ここに金庫があるんですが、彼が邪魔なんで、こいつを暗殺するんですけど、たまにね、左側から敵が入ってくるんですよ。なので、ここはね、手短に素早くやってください。あんまりなんか無駄に音を立てたりしちゃうと、別の護衛が入ってくるんで。これで金庫を開ける。で、これちょっとバグがありまして、時々金庫の番号をゲットした後でも、こう金庫が開かない時があるんですよ。多分昔のゲームやなんかバグかなんかやと思うんですけど、で、たまに金庫が開かない時があるんで、いや、番号を手に入れたやみたいな。金庫のコードを知らないって出て、いやってちょっとなる可能性があるから、もしそうなった場合はもう最初からやり直すか、リスタート。だからリスタートするか、セーブポイントからやり直してください。で、これ最高難易度でやってるんでね。セーブできる回数がちょっと限られてるんですけど。で、こっちや。こっちが。ちょっと待って、こっちか。マジでややこしいんですよ、ここ。あ、ここ。で、ちょっと待てよ。またターゲットの方向に行くので。こっちですね。でっかいところ。じゃあ。ちょ待って。ちょ待って。どこやったっけな。ここか。あ、これ。これで、あれをもらう必要があるんですよ、薬草を。このじいさんに話しかけて。で、これをゲットしました。で、一番最初に倒したやついるじゃないですか、黄色のやつ。あれの服装を奪っていきます。さあ、こいつがちょっと邪魔なんで。あれなんですけど。目の前で着替えても何にもならん。さすが20年前のゲーム。で、こう行って。はい。で、中部エリアに行きました。で、そのリーホンのターゲットの暗殺に行くんですが、その食事に毒を入れて、で、そのまま食事をリーホンの方に運んでいくっていう流れなんで、こんな感じで注ぎ込んで、これをプレゼントしてあげるよっつって、普通にテーブルに座ってるんで。はい、どうぞー。逃がさんぞ、おるら、手を離せ。で、こんな堂々とバンバン音立ててるけどバレませんっていう。で、ここ走り抜けてください。護衛が一斉にこんな感じでやってきますんで、これ走り抜けずにもたもたしてると捕まっちゃうから、バーッと走り抜けちゃうとなぜか見逃してくれるというおかしな AI 設定になっております。で、服装を、スーツの服装ですね、一番最初の服装に戻りまして、で、これまだ終わらないんで、ターゲットを暗殺したけどまだ終わらない。先ほどの厨房に戻ってくるとね、右側に隠し通路がありますんで、そこを進んでいくと。
まあ言うたらこれがエレベーターにつながってるわけなんですよね。で地下2階に行きます。ウィーンポン。押しにくいのがちょっと難点ですね。コードネーム47はね、これが押しにくいんですよ。で、上上がっていって最後にもう一人やる必要があるんで、ここで待っててください。じゃあ、入ってきますね。黒色のスーツ着てる人ですね。最後にこやつを抹殺で、はい、これでミッションすべて完了です。あとは脱出するだけなんで、階段一つ降りますとまたエレベーターがあるんですよ。別のエレベーターこれに乗り込んで、海から脱出するという流れになります。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。コードネーム47ミッション4潜入と暗殺、非常に難しいミッションなんですけど、こんな感じでクリアします。はい、じゃあまたまた次の動画でお会いしましょう。 Peace out。Will he be able to feel any pain? He should have a lot of pain.